なんで北口だったのかなと。彼はすぐ現場へ行ったと。自分はこんなところでは絶対させなかったと。もう一人の暗殺者が撃ったとされるあのビル、はい、ビル、わかるわけね、君は。わかります。はい。それではご覧ください。今深田さんが言ったね、その現場なんだけど、はい、なんで北口だったのかなというのは思うんですよ。はい、なんで北口ってのは今言ったようにね、安倍さんが最も信頼していた秘書がいるんです。まあ越さん、世耕さんの秘書をやってるんですよ。はい、何回か会ってるんですけれども、彼はすぐ現場へ行ったと。それでその時はもう辞めてたんですよ、安倍事務所は。彼が言ってたのは、自分がいつもついていた秘書なの、自分を責めたと。僕が選挙に出るために辞めてしまったので、衆議院のその時参議院、その前の衆議院に出たんですけど、衆議院に出たんです。それは安倍さんもすごく快く了承し応援して落選したんだけど、自分が衆院選に出ないで秘書でいたら、自分はこんなところでは絶対させなかった。それがもうものすごく悔しいし、もう自分を責める気持ちになるんだというのを涙をためて言うのよ。だから南口でもよかったんだよね。いや、南口でやるのが普通だと思いますよ。まあね、本にもそうやって書いてありますけどね。それはちゃんとしたその中の理由としてあったけどね。演説されてる場所っていうのがちょうどそのバスのロータリーの真ん前で、バスがこう出たり入ったりするわけですよね。そうすると聴衆が集まってもバスで視界がブロックされて落ち着いて見れないですし、駅側のね道もものすごく狭いんですよ。立って落ち着いて見れる場所がないんです。で、南側は開けててアーケードがあるので、雨が降っても聴衆はゆっくり聞いてられるわけなんですよ。北口でやる理由が全くないんですよね。それで調節の中ではもう一人の暗殺者が撃ったとされるあのビル、あれもわかるわけね、君は。わかります。すごいよね。本当だから柴田さんもきちんとその取材されて推測されて、きちんと架空のものじゃなくてそれを作り上げてるわけだから、これ本当に見事に電話で言った時に、よーこの人筋立てしましたねと、すごいなと。僕も腕力はすごいと思う、しかも文章がうまい。だからさーっと入ってくるのね、全部が。辛坊はどうだった？どう読んだ？私も読みました。すごいよ、辛坊さんはこれをやるって2日前に言ったら Kindle でバーンって買って、もう一気に持った方が違います。一気に読めた？やっぱり読みました、一気に読んで。それこそね、先ほどからお話に出ていたみたいに、その安倍元総理が亡くなられた後、その陰謀論みたいな感じでいろんな話が出たじゃないですか。そういうのって結局一体どうなっちゃったのかなって、おそらく大半の一般の人っていうのはその時にあったよねぐらいでちょっと忘れてしまってたりとか、でもなんとなく気になっていたりとかっていう部分がある。でもこれを読むと、もちろんこれは小説ですけど、さっき孫徳さんがおっしゃったみたいに本当に世の中の事象にはいろんなことが絡んでるんだろうなっていうのを改めてこう勉強もさせてもらえるというか、すごく本当に一気に3時間ぐらいでっておっしゃってましたけど、深田さんも私もそのくらい一気に読みました。すごいですよ。もう大体その赤報隊と絡めたところから来るのがもう衝撃ですよ。始まりはプロローグは、赤報隊事件から始まるので、しかもなんか知らない、もう現場を見ていたような描写でしょ、もうあそこから僕はぶったまげるんですよ。でもう出ることができないんですよ、作品の世界からずーっと一気に読まされる。そう、なんで最初赤報隊かなっていうところから入るんだけど、そういや宗教あそこで名前出てきたことあるわ。そうなんですよね。石井浩樹さんとかいろんなのあったなって、ね、記憶から消えてるんですね、もう僕ら。しかもネットの世界って読売新聞の彼の話とかもそうだけど、出てこないんですよ、もう絶対何かの政治部の自殺とかだって後ろ手に縛られてる、靴下でこれ自殺ですよ。しますかそれ。それで自殺と片付けられた。でもそんなネット上に出てこないんですよ、ほとんどそういうのって。やっぱりなんかいろんな力は絶対働いてるよなと。この件とはちょっと別にね、いろんなものがその世の中、僕は全て陰謀論で片付けるのは嫌なんだけど、でも必ずある。多分彼らなんかもう全然知らなくて、僕だって忘れちゃってるもん。でネット叩いてみたら全然出てこないんですよ、あの事件って。ほとんど誰かのツイッターとかそういうものしか出てこなくて、事件としては絶対出てこないんだね。そもそも手錠で後ろに縛られて靴下ここに突っ込んで、これを自殺って普通しないでしょ。っていうのがだから多々っていうのをもう思い出して絡んでるようなやっぱり。で「電論 TV」やるとき今度ね国鉄やるし、まあそれこそ日産やそうだけど、やっぱりいろんなその権力欲とか名誉欲とかいろんなものが絡んで組織としてみんな動いてるじゃない。そういうものが絶対差もありなんだよなっていうのはもう改めて思った。リアリティがありすぎちゃってよくここまで取材したなっていう。しかも30数年のこの流れも日本の政治の流れ、諸外国との関係も含めてそうだよなこうだったよなっていうのを思い出させてくれるよね。そうなんです。1回でさーっと読めるんですけど、2回目からが面白いんですよこの本。ああそうなんだ。2回目からはですね、この団体の名前は何だろうな。この人と照らし合わせてちょっと。そうなの。なんかね、俺もなんかどんどんなんか調べてしまって、また思い出してしまって、そうだった。しかもあの当時ここまで詳しくなかった。自分がね、赤報隊の時、朝日新聞の襲撃、あんなの単なる右翼だろうなぐらいな感じなのが、なんかいろんなものがこう出てきて、もっとこう深掘りしたくなって。ちゃったんですよね。そうなんです。深掘りしたくて、すいません答えを教えてくださいって。LINE が来てさ、この人は本当は誰なんですか。みんな聞きますよね。だからこれはよくできてますよね。で、僕は何度も読んでるんで分かんなくなっちゃってるんですよ。だけどやっぱり今読んだ人たちは、もったか以外は2回目を読むともっと面白いっていうふうに思われて、いや2回目がもっと面白いです。いややっぱりね、さっきも言ったからジョー・バイデンでしょ、そのトランプでしょ。だからそうやって実名も絡め、いろいろ日本人も実名絡めながら、亡くなった人は基本的に実名です。だから中曽根康弘、アメリカ人は全部あれですけど、まだ今だそうです。だってさ。それこそロッキードね、ここでやった、ロッキードだってキッシンジャーとのね、やっぱりアメリカの公文書で中曽根さんのもみ消すっていうのはもう公文書の中に出てきてるわけだから、やっぱり政治の力とかさ、いろんなものが働いてるのは間違いないわけですよ。そういうものって。あったかもしれない。これだ、思い浮かぶのは思い浮かんだりする。それ事実は事実として抑えて書いてるから。はい、いい名前だなと思ってた。いい年号だなと。でも確かにそうやと。うん。まあ、ここに編集者は日本の未来を奪った2発の弾丸。これ、実は2発じゃないんだよね。で、本当は何発が撃たれたのかっていうのも、まあ、これを読めば、日本の未来を奪った2発ってことになってるわけだから、やっぱり日本の未来を奪ったんだよね。この弾丸。それがこの中にちゃんと入っているとふうに思ったので出そうと。今日のタイトルでもあるけど、やっぱりね、総理がいなくなったことはいろんな意味、そのガタガタになったその自民党とか保守とかっていうのが本当にただレバーがないんでね、いたらっていうのはないから。僕ら特にシンパだった余計にいなくなったことは本当に損失だったなっていうのを感じさせられる。いやだから自民党が安倍さん一人で持ってたっていうのが、そういうことだよね。でもこれはよくはいなくなってから、本当だ。いやこれはよくも悪しくも、そうなんです。ある意味安倍さんがこの腐った自民党を隠してくれてた部分もある。だからもったかさんがね、こう罪って罪の方はもう本当にオワコンになってしまった自民党を生きながらえさせてしまったっていうのもあるんでね。6連勝させちゃったからね。あの時は単純に嬉しかったけれども、そうだよね。今のこの低たらくを見てると本当に保守の何にもなくしている。もともとね。みたいな政党なんだけど、保守の国家観とか歴史観とかが全くなく、もう自分の損得だけでしか自民党の政治家動いてない。はい、本当にまさしくその通り。なので、そういう意味では、確かに喪失感みたいなものもすごくまた改めて思いました。あの時はね、もうただ、寂しいかな。今度ご飯食べに行くはずだったのに、もうまずそこからいて亡くなったのが信じられない。改めていろんなことを考えて、天の采配みたいなものを動いたような気がする。だからこれだけの作品を前にして、やっぱ出さないっていうのはありえないと、出版社と。僕がだって第一声でよく出しましたね。そうだったんですね。だって、いろいろ中には都合の悪いと思う人もいると思うんだ。中には安倍新派でもう超有名な。ちょっと待って、新派ってのとも違うんだよ。制作とかいろんなことで、俺は全く違うと思って、それはその時その時で言ったし、安倍さんの思うがままになれたなんていうのはないよね、誰も。僕らも一緒ですよ。人間として好きだったのよ。その幻冬舎というか検認発行人で出されるっていうのはいろんな勇気がいっただろうな、まあ繰り返しだけどっていう話だった。今の話を伺って確かに、ああやっぱりそういう編集者としての思いっていうのは非常に感じた。いやこれを出すべきだと思ったんです。例えば今日の朝日新聞なんかはね、安倍さんのトップ外交、これがことごとく失敗してるってことを書いてるわけですよ。インドだったりテキサスだったりいろんなところでのトップ外交をやったわけじゃないですか。負債となって今日本の財政にのしかかってきてるっていうのを7つぐらい。でもその時は現実の安倍総理は日本をなんとかしようと、財政をと思って、経済界財政をなんとかしようと思って、あれだけの、病気を抱えた体を鞭打っていろんなところにトップセールしてたわけだよね。はい、それだって今こうやって、亡くなって2年が経つとやっぱり批判もいっぱい出てきますよ。それはそれで現実にこれはダメだったよなとか、いろいろありますよ。だけど例えば LGBT みたいな、これは安倍さんがいたら絶対成立しなかったろうっていう法案とか、そういうのもいっぱいあるわけですね。あの人が政調会長の時ですよね、萩生田さんが。そうだね。だから政治というのは一本の太い筋がビシッと立って、失敗しようとそれが成功しようと、その一本の大きな信念に従って無視の精神で動くんだっていうのを、俺は安倍さんはやったと思う。安倍さんしかいなかったですね。いないし今もいないですよね。だからそれを失ったっていうのは大きいよね。大きいですね。いや本当にもうまさしくおっしゃる通り。私はどうしても安倍総理のこの暗殺を、伊藤博文の暗殺とどうしても重ねてしまうんですよね。私伊藤博文って慎重派だったし、彼が生きながらえていたら太平洋戦争さえも起きて、違った形になってたかもしれないと思うぐらいなので、やっぱ安倍さん亡くなって、あの瞬間に思ったの悲しいっていうこと。これで日本の10年後は全く違う形になっちゃってるなって、あの日総理が僕も完璧だったと思ってないし、いろいろね、やっぱり僕もそうおっしゃいます。結構いろいろねしたことはあるけど、軸というかそれがドンとこう乗っていることによって互えないことは多分たくさんあったと思うから、損失は大きいよね。だからこそアンチっていう左があれだけね騒いでたわけだし、あれだけ喜んだわけだし、亡くなった時にはですね。例えばね、放送法4条にある局のある番組は違反してるみたいなことを言うわけよ、俺に。放送法4条ってのは不偏不当でなければならない、テレビは。でもどの局のどの番組とどの番組は不偏不当じゃないと、政権批判ばっかりやってるじゃないかと言うんだよ。だから俺は、いやメディアが権力を監視しなければどうするんですかと、批判されていいじゃないですかと。基本的には権力を行使しているんだから、あなたの側は。それをきちっと批判も含めて報道しなければメディアの意味がないでしょと言って、俺はいつも言ってたの。そうすると一応議論にはなるんだけど、でも総理と議論してるわけだからね。それはもう健丈さんのスタンスは変わらないですね。大きさがあるのよ、あの人。だから人間的魅力があるのよ。それはもう健丈さんは健丈さんのスタンスでいいじゃないですかっていうことで、最後は引くのよ。古舘一郎氏がね言ってましたよね。民主党政権の時の方がずっとクレームが直接来てたと。安倍政権の時には直接来たものはなかった。だから多分そのフラストレーションを県人にぶつけてたのかもしれないですね。やっぱり自分にちゃんとノリを作ってですね、不満はあるけれども直接口を出すなんてことはやっぱり権力としてやっちゃいけないってのあったんじゃないですか。その点民主党の今の立憲の連中っていうのは真逆ですからね。自分のこと立場しか考えてないから、直接彼やってたの報道ステーションでしたっけ、古舘さんがやってたのって。僕らから見たら自民党批判であれだと思うけども、民主党批判が許せなくって、いちいちなんか直接クレームが来てて、あれはやめろとか言ってですね、来てて、少し前にネットで話題になってました、古舘さんが言ったって。そんなことのついでに聞きたいんだけど、続きも何も始まってなかったんだ。ごめん。俺が名前を聞いちゃったから、はい。あと2つ言ってください。あと2つですね。この暗殺の中のやっぱり読み応えがある部分っていうのは、軍産複合体っていう言葉が出てくるあたりなんですよね。このあたりでやっぱり防衛危機って兵器の売買に必ず一部の右翼が出てくるっていうね、この言葉もキーワードですし、この中で出てくるカルト宗教のバックにもそういう兵器の売買で金儲けをしているね、そういう人たちもいるっていうことが、自分個人の、こっちはフィクションなんですけど、私が知ってるパラレルワールドでもそういうことが起こっているので、その中でカルト宗教がどういう動きをしているのかとか、じゃあ保守派っていうかね、右翼がどういう立ち位置にいたのかっていうことが見えてくるっていうところと、青い付箋を貼ってるところはですね、なぜトマホークなのかっていうね、なぜトマホークで、なぜ今増税で防衛費を賄うために突然また萩生田先生がですねNTT 株を売却して防衛費に充てるっていうようになったのかっていうところの、それよりも自衛隊の待遇をもっと上げてくれとか、そういうことが本当は防衛省としては必要なはずなのに、古い兵器を倍以上の価格で買うっていうことの謎なんかも、ここで出てくるんですよね。だからそこの部分は俺はすごく苦慮したところですよ。苦慮されました。それは苦慮しましたよ。そういうふうにさせられてるっていうことでもある国に。そこら辺はやっぱり好きだからね、俺は安倍さんのこと、はい、だからこれは小説でパラレルワールドでの現実の方では好きだから、はい、それはしょうがないなと。事実だろうから。うん、事実でしょう。それをだから完全にね、国益を損なってるっていうことでも、うん、総合的に見て、じゃあアメリカとの関係をどうするかとかっていうことも含めてなので、うん、本当に今のね、総理はただ単にバイデンにいい顔しに行って、もう国ね、売国として売ってるけれど、うん、安倍さんの場合はトランプとのことは、日本を何とかしたいっていうことでしか。僕だって聞いたことあるもん。だからオバマとの折衝の話とかだって、うん、その前のブッシュとの話だって、F-35 を買う時の話とか、ここでは言えない。ないけど、これはギリギリの接種をしてるんです。トマホークに関してはね、それこそ萌さんが森永さんと一緒にいろんな話してるんで、そちらの方を見ていただくんですけど、見ますよ。なので別に事実として受け止めればいいのであって、それがその裏が何だったかっていうのは、だからさっき僕はそれぞれっていう、そうだね、それぞれだよね。だからカルト球団との関わりだって、こんなことより公明党なんかもろじゃないですか。もろカルト球団じゃないですか。後ろにそこまで言う全てもう800万票全部そうじゃないですか。あ、また敵作った。はあ、来るぞ来るぞ。カルトっていうのはちょっとどうなんですか？いや、カルト教団って海外じゃ全然されてますから。はい、わかりました。三大宗教以外は全部カルトですから、海外では。現在いいんですよ。僕が言ってるんだこれは。僕はそういうふうに思ってる。だからね、もしもパラレルワールドで、フィクションには、小説には書いてないけど、プーチンとの関係だって、安倍総理はものすごくきちっと作ったからね。うん、もし生きていて、まだちゃんと政治的な役割を果たしたとすれば、北方領土にいいとこは帰ってきたかもしれない。それはお互いに長くやるから、とにかく今回の会談はこれくらいにしましょうっていう、すっごい高度なお互いの了承があって、交渉を進めてたと俺は思ってるんです。俺はそれはなんとなく聞いてもいたし、なんとなくじゃない、聞いてもいたし。だから安倍さんがいなくなったってことは、日本っていう国が失ったものはすごく大きいですよ。いや、今もやっぱりロシアのウクライナ侵攻があった後もですね、日本は完全にロシアを敵に回しちゃったわけなんです。安倍さんがいれば、あそこまでロシアと敵対することなかったんじゃないのかなってね、たらればの話なんですけど、思うんです。日本って中国とも今後何かあるかもしれない。そんな中で今ロシアを敵に回していいのか。北朝鮮もね、着々とミサイルの技術が上がっているのに、ロシアを敵に回している場合じゃないんじゃないのかなと思うんですよね。そういったことを考えると、やっぱり日本が失ったものって大きいんだなっていうことは思います。政治ってゼロ100はないんで、もうギリギリのところまでとことん交渉して、一番着地点はこちらに有利な国益をここまでは守れたっていうところ、あるいは伸ばしたっていうところあるんで、安倍総理はそれをやってた人だと思うんですよね。そうだよね。半島の関係で、慰安婦戦後70年の時でした声明文とかですね、やっぱりあれ安倍総理だからできた文書だと思う。安倍総理以外があんな文書書いたら、なんでお前日本を勝手に代表して謝るんだよ中国にとかね、私は思うんですけど、安倍総理が書いてると安倍総理が発した声明なんで、いろいろ配慮もされてるし、右の人間もしょうがないって納得できる内容も入ってるし、やっぱり全てにおいて安倍総理は考え抜いた上で、もうギリギリの妥協を着地点を見つけてたけど、ね、岸田さんは、いいダクダクとね、もう左を見ても右を見てもね、アメリカ見ても中国見ても、両小突かれて馬鹿にされてるだけですからね。そうだよね。だから自分の命脈を保つために、救急としてるだけだよね。それは大問題なんですけども、だから多分9月の総裁選、どうなると思うっていう、文芸評論家がいるんですよ。自分では書評家っていうんですけど、膨大な事実をふるいにかけて、一つの真実を浮かび上がらせる。さすが下山事件最後の証言、異文太平洋戦記の柴田哲孝だっっていうふうに推薦文をくれてんのね。ブックジャーナリストで有名な内田武さんは、なぜ事実と真実は異なるのか。読めば誰もが時代の目撃者である。世界を震撼させたあの事件は終わっていない。危険極まりない一冊。恐るべき執念で社会の闇を暴いた本書は、令和を揺るがす銃弾だ。漆黒の闇だった藪の中、ここには絶対に目を背けてはならない今がある。これもなんか、すごいでしょ。うん、すごいっていうか、みんなそうやって、そういうふうに読むのよ。僕はね、一ノ瀬さんになっちゃったんですよ。一ノ瀬さんになっちゃった。ジャーナリストだし。そうなんですよ。おこがましい話、僕。一ノ瀬さんってのは後半に出てくる。なんか自分と重ねて、僕ね、阿修羅像が大好きなんですよ。興福寺の。もう、あれが好きなんですよ。お、俺と一緒じゃん！なんか、こう、正義感とかもあるって自分のあれ、そういうのにこう、重ね合わせて、これ、俺っぽいな、みたいに、こう、入り込みを。そうすると、お前、死んじゃったかもしれないよ。いや、知らなかったんだけどさ。でも、死んじゃった方は、誰なんだよね、ダムの。あれがなんかもうちょっと読みたかったな。だからそこがミステリーなんでね。美恵子ももうちょっと俺は知りたかったけどね。本題ではないので。かわいそうに。美恵子ね。美恵子かわいそう。そういう感じ。小説としてこうやって入り込むの。真実はこうやっていろんなものがうごめくし、これがフィクションだけど、いろんな実際のいろんな事件の中でこんなことはもう普通にあるよなって思った。だからもう一回なんかいろんなものを洗い直してね、その国鉄にしても何にしても、その下山事件にしても、ちょっともう一回取り上げてみようかなっていうふうに思って。それはここでやってよ。はい、もう一個読ましてね。朝日新聞阪神支局銃撃事件から始まる血生臭いこの小説は、政治に無関心で無知な日本国民への啓蒙の書に違いない。そうだったかもしれない迫真のストーリー展開の末、救いのない。そして現実の事件解決も不透明なままだ。果たして我々読者は何を考え、どうするべきなのだろうか。これやっぱりね、政治ってものを本当に考えるよね。うん、これだけ、なんていうのかな、ワクワクって一気に読まされて、でも深く考えるよね。終わった後。というふうに思いましたけども、もったかさん、読んでくださいよ。読みます。もちろん読みます。ただ、今日まで時間が取れなかったんです。もったかさん、自分の番組でなんか書評みたいなやつがあるから、そこで読んで取り上げようかなみたいなの言ってるんで。じゃあ、ぜひやってください。でもね、この人はね、全部本当のことを言うからね。いや、僕も本当のこと言ってますよ。いや、もちろんみんな本当のことを言ってんだけど、でもそこまで言わなくてもいいんじゃないってことまで言うからね。俺はこの人の発言でも収集に走ったこといくつもあるから。すいませんでした。すいませんでした。じゃあ書評の会話。これは誰のことだろうって全部やっちゃいこうかな。あくまで私の感想だけどね。だって何も知らないんだ。俺はあれのことだと思うよとか全部実名に置き換えていくっていうのを結構受けるかもしれないね。それは勝手だからね。あとはせっかく来てくれたんだ、最後に。7月21日に講演会を予定しておりまして、清涼会館午後2時から人工知能についてお話をさせていただきますので、よかったら皆さんお越しください。人工知能にも詳しいの？人工知能の開発も一応していたんで、人工知能ってね、中身全部統計なんですよ。なので、特別な部分っていうのはあんまりないんですよね。ただ、今、チャット GPT とか生成 AI っていうのがブームになって、その、人工知能が人間知能を超えるんじゃないかっていうことが言われ始めている中、いやいや、そうじゃないよと。別物なんだよってことを認識して使わないと、私たち人類は間違った方向に行くお話ししようかと思ってます。それが7月21日の清涼会館ですね、永田町の。永田町、それは君一人の講演ですか？あ、はい、そうです。すごいね。君が主催した講演会だ。あ、そうです。自分で主催して自分でよくやってるよね、講演会ね。あ、そうなんですよ。日本中行ってるよね。そうですね。趣味で回ってますね。いろいろと。じゃあ、興味のある方はぜひ行ってください。ありがとうございます。皆さんいかがでしたか？安倍総理の暗殺が今後の日本に大きな影響を与えると思う方は高評価を、書籍「暗殺」が日本の政治の闇を暴いていると思う方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画では安倍晋三元総理の暗殺を題材にした書籍「暗殺」について日本の政治や社会に与えた広範な影響について多角的に探求しています。動画の出演者たちは安倍氏が推進した経済政策や外交戦略、そして彼のリーダーシップの重要性について深く議論します。まず、アベノミクスの成果や限界についての分析が行われます。安倍氏は経済成長を目指し、金融緩和、財政出動、構造改革を柱とする政策を推進しました。これにより、一時的には日本経済の回復を実現したものの、根本的な経済構造の改革には限界があったとの意見も浮かび上がります。また、彼の経済政策が国民生活に与えた影響についても触れられ、特に格差問題や貧困層の状況がどのように変わったかが論じられます。次に、安倍氏の安全保障政策に焦点が当てられます。安倍氏は、日本の集団的自衛権の行使を可能にするための法整備を進め、国際的な防衛協力を強化しました。彼のリーダーシップにより、日本は国際社会での役割を果たすことが期待されましたが、彼の死後、これらの政策がどのように継続されるのかが重要な課題とされています。さらに、暗殺事件がもたらした政治的緊張や不安についても詳しく議論されます。動画では、安倍氏が直面していた様々な圧力や、特定の勢力との関係について考察されています。この暗殺は、カルト宗教や陰謀論との関わりを浮き彫りにし、日本社会に潜在する問題が表面化するきっかけとなりました。これにより、政治に対する信頼感が揺らぎ、社会全体に不安が広がっているとの意見もあります。安倍氏の死が日本社会に与える心理的影響についても触れられ、国民の政治に対する信頼感の変化や、今後の政治的空白がどのように埋められるのかが懸念されます。安倍氏が生存していた場合、日本の政治や外交がどのように展開していたのかという過程も語られ、彼の遺産が今後どのように評価されるのか、多くの疑問が投げかけられます。また、この動画では今後の日本の指導者像についても考察がなされます。安倍氏の後を継ぐ者が彼のビジョンをどのように受け継ぎ、国を導くのか、さらには新たなリーダーシップが求められる状況にどう対応するのかが重要なテーマです。出演者たちは、安倍氏の政治スタイルや決断力を踏まえながら、次世代のリーダーに期待される資質や責任について意見を交わします。全体を通じて、安倍晋三元総理の暗殺を契機に、日本の政治、社会、国際関係における複雑な問題を考察する重要な機会となっています。安倍氏の存在がいかに日本政治にとって重要であったか、また彼の遺産が今後どのように受け継がれるのかを再確認する過程で、深い洞察を得ることができるでしょう。この動画を通じて、日本の未来についての理解が一層深まることが期待されます。